にちは、こんばんは。ゲームドーム日本です。サッカークラブ育成シミュレーショントリトリートを始めていきたいと思います。第21節いよいよ優勝かかります。勝てばもちろん優勝、引き分けで52か。スクラダは勝ったとしてまだわからないな。逆転のピン、逆転される危険性はある。勝ちに行きましょう。まあ、行ってみてみると一瞬休みがあるんで、主力をどんどん投入していいと思います。勝ちに行きましょう。まあ、圧倒的ですね。流れてしまった。悪い、タイミングが悪い。ちょっと危なっかしいシーンが多いし、かなり相手が前に出てますね。攻めるチームですね。でも守備もたくさんいるからすごい元気だな。よし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 、相手が出してくれた。クリアクリア。ファウルです。ピンチ、キック外しました。しかし思ったほど動きがないな。飛んでますね。テバスが怖い。おー、危なかった今の。ペナルティーキック取られるとこだった。おーっと、彩香ジャンプがすごい、シュートもすごいな。これはちょっと掴むかな。でもクルミは変えません。クルミで決めたいよね。でも最初は頑張ってくれたからね。ファウル。あー、やばい、コーナーキックになった。危ない。おー、バーに救われた。お、ナイスさよ。これも流れてしまう。出てないんだな。
本を見放したイエローカードです。さあ相手も選手交代してきましたね。今度はコーナーキック決めたい。あ、ダメか。あーっとこれはペナルティーキックのチャンスありました。決めてくれ。決まった。先取点。ようやく均衡が破れました。クラーカリバーズ先制。強いチームですね。このメンバーでこれだからな。そして2点できないチームですが、2点目、これは大きい。これはヘディングで持っていきました。やっぱりクルニなんだよな。今までチームを支えてきたエース、それがクルニ。優勝がかかった試合でも見せます。9点差ぐらいつけられたんだったっけ。一時はかなりのビハインドの状態から気がしましたね。そして首位、そして優勝が近い緑。3点目、決定的。一人のエース、緑も決めてくれました。そうね、つけたのパスで緑が決めました。試合時間あと5分。今度はちょっと厳しいか。3分です。おっと、このキックもピンチ。疲れも溜まってますからね。これ夏希が直接タッチですよ。さあこれキーパー見て、試合終了。決めました。本当に何人のせい。さあ休むぞ。この辺待ってた。ぐるっと来た。涙に見えない。加藤君ありがとう。やったやった。優勝です。よくやった。最高。して落とすのはないのか。さあこれ決まりましたね。ウィアーザチャンピオンズ4回目のイノアリーグ優勝になります。スタンドに行って観客の声援に応えます。サポーターの声援か。歓声は鳴り止みません。前半は非常に
安定の本当に攻守ともの粘り強さになかなか打開むしろこういう風にこのキックをピンチを招いたりします。危なかった、これコーナーポストに引っかかるところだった。これですね、後半21分、キックを得ました。枠内は多いけどボールの支配率は圧倒的ですね。クツアダは勝ちました。4点差変わらず。次はジャパンカップです。しっかり勝ち上がっていきましょう。もっとも選手を鍛えることを忘れてはいけないです。結構年俸上がってますからね、いくつか選手とお別れしないといけないかもしれない。そうなるとせっかく強化してきたらもったいないですからね、早く得意やっていきましょう。というわけで見事優勝となりました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターなどの方ぜひフォローお願いします。カルチャービットアーお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。